義士四十七図、片岡玄右衛門高房片岡高房玄六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、阿公浪氏四十七師の一人、阿公藩では、川洋人、自己小頭を務め、浅野長典から最大の調和を受けた。通称は、はじめ新六、後に玄右衛門と称した。本姓は、大見源氏。家紋は、うりの内く抜き。変名は、 吉岡勝平。漢文七年、尾張藩徳川家の家臣、熊井茂次の長男として、名古屋に生まれる。聖母が側室であったため、漢文十年に、正室の子である、熊井継常が生まれると、着難たる地位を奪われた。高房は弟ながら、正室の子である継常に対しては、兄上と呼ばされたと言われる。なお他にも、熊井康、熊井重長など、 弟二人、妹二人がいる。遠方二年、親戚のは後藩士、片岡六左衛門に養子に入った。父、熊井主月愚の弟、長左衛門の娘が片岡六郎左衛門に嫁いでいたという関係にあったためである。遠方三年、養父、六左衛門が死去したため、九歳にして片岡家百国の家督を相続。この年のうちから故障として、 朝の長典りの側近くに仕えている。長典りとは同い年であったこともあり、非常に気があったようである。また長典りからの信任が深かったため、長典りとは断食の関係にあったとも言われた。そのため、しばしば過酷の画像を受けており、上京3年4月9日と元禄四年1月12日に、それぞれ百国の画像があった。なお、 この際のいずれも、片岡新読名義になっており、これ以降の段階で、五右衛門に改名したとみられる。またこの頃には、浅野家新、八島荘座衛門の娘を妻に迎え、元六五年に、長男新六、元六八年に、次男、六之助、元六十年に、長女類史、元六十二年、次女の片岡中右衛門室を設けた。 元六十二年一月十二日にはさらに五十国、加増され、都合三百五十国を治療した。これは、赤楼氏の中では千五百国の大石義雄に次いで、家禄が高かった。元六十四年三月十四日、主君、浅野長典が江戸城小塩廊下で、吉良義仲に人情に及んだ際には城内に友待ちを、していた。長則は、道の区国一の赤藩主。 田村県,県県屋敷にお預けとなり、即日切腹と決まったが、切腹の副県主役である多門へ友が記した多門筆記によると、高房は最後に一目、朝野長典と会うことができたとされている。また、田村家の資料である、匠頭をお預かり一件によると、朝野長典は、高房と磯貝正久にあてて、この段、かねて知らせ申すべく、高徳とも、 今日やむことを得ずこうゆえ、知らせもさず候、不審にありずべくこうという謎めいた遺言を、田村家臣の口実筆記で残したことが記されている。高草は、磯貝正久や田中貞田志郎ら、長則の側用人たちと一緒に長則の遺骸を、戦学時に葬り、その墓前で田草を切って、吉良義中への仇討ちを誓った。キへの仇討ちの同志を募るため、阿江へおいたが、 この時、阿公藩では純子切腹が藩主たちの主流意見であったため、あだちの同志は集まらなかった。阿公で同志を募ることを諦めた、高草らは、大石義雄の偽名にも加わらず、会場後に、江戸に戻っていった。しかし、堀部竹純ら江戸急進派ともうまくいかず、磯貝ら長野利側近たちと一緒に、独自のグループを作って、吉良義仲の首を狙った。結局、 元六十五年三月、江戸旧新八人部のために、江戸に下ってきた吉田兼介から説得を受けたのを機に、ようやく大石の偽名に加わる決意をした。その後、吉岡勝平と称して、江戸南八丁堀港町に借家。うるう八月には、尾張の父や兄たちに連座しないように技術状を送っている。十二月十五日未明の良屋敷内入りにおいては、高草は、 表門隊に属して屋内に置いて十文字槍で戦った。また富の森正より、竹林隆重と組にされていた。二時間余りの激闘の末に、キラ義仲を討ち取って、本会を果たした。赤楼市一等は、千学寺へ引き上げ、キラ義仲の死休を、浅野長則の墓前に備えて、あだちを報告している。愛知県名古屋市千草区の片岡玄護井門母。 中区新会監督寺より移転した。内ち入り後に、高房は、大石雄らと共に、熊本藩主、細川津成の中屋敷に預けられた。元禄十六年二月四日、幕名により、切腹。会釈人は、細川家家臣の二宮久氏へ、去年三十七、主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。は、破用寺。 なお、名古屋の監督寺にも墓が置かれた。この墓は後に平和公園に移されている。男子の新六と六之助は、同年5月に出家したため、連座を免れた。片岡高久といえば、浅野長則との最後の目通りでよく知られ、長則が切腹の座に向かうときに、高久が庭先に控えて、涙ながらに、無言の別れをする場面は、中心蔵を題材にした。 ドラマなどではよく描かれている。この場面の根拠となっているのは、浅野長典切腹の副剣士役だった、幕府目付、多門へ友が記した多門筆記である。それによると、高房は、最後に一目我が主にお目通りを、と田村邸の家臣たちに懇願したが、このことを、田村剣剣が政権士役の正田康利氏に告げ対応を伺ったが、正田は取り合おうとしなかった。 そこへ副権主役の多門と大久保忠静が現れ、二人は正田に匠頭に判決を読み渡しているうちにその者を連れてきなさい。匠頭と距離を取らせ、刀を持たせず、その者の周りを取り囲んでいれば一目見るぐらいならば、問題はない。もしその者が主君を助けようと飛び出したとしても、田村家の家臣も大勢いるのだから、取り押さえられないことはないだろう。 最後に一目会いたいという願いを叶えてやるのは人間として当然の慈悲であると心得るがいかがか。と迫ったところ、正田はお好きにされよとだけ答えた。こうして高房は最後に一目、朝の長野に目通りできたとされている。ただしこれらは多聞の事象であり、匠頭を預かり一件始めた村家の資料からそのような情報は引き出せない。 元禄阿公事件研究家の間では、多門伝八郎には虚言癖があるとする説が主流になっている。田村家が幕府に遠慮して資料を残さなかった可能性もあるので、この一件に関しても多門の虚言であるとは断定できない。ありがとうございます。